配布検定やっていきます。今回の方も初めての方ですね。はい。で、成績はこちら。まあ、いいかな。風呂率20%。風呂率20%ってやばすぎやろ。とうとう成績はそんな悪くはない。麻雀歴2年ほど、ラスカヒ麻雀。わかりました。まあ、ラスカヒ麻雀ね。まあ、とりあえず風呂率20%だと、それ自体で勝てないと思うので、まあ、本当の最低でも28%ぐらい行くように、まあ、泣くべき手を泣いた方がいいかな。多分ね、20とかだとね、多分勝ってる人いないと思うんで、マジで。そんなレベルなんで。まあ、ちょっと今はまだ、ジャン玉の200戦ってことは、相手が明らかに弱すぎて、ね、リーチ率も25%。めちゃくちゃ高いしね。まあまあまあ。まあ、たまたま、面前手が入ってる可能性もあるしな。200戦だとね。はい。まあ、やっていきますか。特別、トンニの9ピンチはクリミスということで。はい。ちょっと今日、今回、配布検討2つ同時に依頼いただいたんで、まあ、普段よりは淡々と内容を詰めてやっていくみたいな感じしようかな。はい。はい。ベラ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 喋るモードじゃなく、内容を詰めていくモードに淡々としましょうか。まだ麻雀歴も2年でね、ジャンタマも200試合。はい、じゃあ行きましょう。とにかくなんちゃドラグ嘘。はい、シャーキル。これはまあ、普通にいい手だし。はい、行きましょう。まあ、こういうのもね、チーソーとか、泣いたらいいけどね。まあ、絶対鉄泣きというわけでもないけど、まあ、割と、急所だけは泣くみたいにしてた方が、楽かなと思います。ウーピンか。ウーピン、ツーピン。まあまあいいか。ローピン。まあ、こういうのは泣くのかな、さすがに。ちょっと風呂率がめちゃくちゃ低いんで、絶対泣いた方がいいやつだけは言っていくようにしようか。これだったら、まあ、チーソーは絶対泣いた方がいいかな。もう、10巡目、10巡目、9巡目、本店は、まあ、関数素きついね。まあ、面前としての打点はそこそこあるけど、まあ、とりあえずチーソーだけは泣くようにしましょう。これでチーソー2枚切れになっちゃったか。まあ、はい。で、まあもうここら辺だったらもう関数層待ちになるテンパイでも泣いていきましょう。あ、これもするか。そうだな、打ち出す3万もまあ、別に安全っぽいし。まあ、この順目になってくると、もう取れるテンパイ全部取るがいいかな。12順目とか超えてきたら、もうほぼいかなるテンパイ取るってシステム化して、まあ問題ないかな。ただ一応注意点は打ち出す際が、の安全度。打ち出して放銃したら、まあそれはデメリットになっちゃうんで。まあ、神ちゃんに3万はまあ、数万、9万、10万切りじゃん。まあ大丈夫でしょうって感じで。ぴったりかなと思います。まあ、神ちゃんが1500点連チャンで。座布団からいいね。
ダブトン。カカン。怖いな。もうドラ1枚あるだけで7700か。ただ自分の手もそこそこ粘れるっちゃ粘れるか。ローピン切り。まあ、ピンズの安全度は結構高くなってはいるが。まあもう内定1チャンテンなんでね。3色同行とか見えるけど。あ、これも泣かないか。そうだな。難しいけど、まあ、かわしに行く方がいいかな。神茶に対して、まあ一応降りるとなったら数ピン3枚で降りれる。で、まあポンして3ピン打って、ウーピン、ローピン、まあローピンドラだから、ローピン縦引いたら高い。で、ウーピン引いてもドラ使い切れる。で、いざとなったらもう数ピン全部落として神茶に降りれるって感じなんで、まあこれももう神茶がすでに転敗気配とか出てたら、泣かずに、もう絶対振らないようにするっていうのはいいんだけど、まあただこれが面前でってなると、結局不要な牌をどんどん切っていかなきゃいけないから、マンズとかなんか引いても。まあ、まあ要は自分がいらない牌、かつ神茶に宝珠、抽選を受ける牌を多分何個も切らなきゃいけないんで、まあシビアに2ピンポンして、で、まあとりあえず3ピン切って、ローピンは現物だし。で、まあ、神茶がローピン入ってことは、まあ、スッチピンはないっていうことで。で、まあ、一数ピンは一応あるけど、まあ、リアンピンポーンなんで、ワンチャンスで。まあ、いざとなったら、まあ、数ピン切る。で、早くかわせたらかわす。が、いいかな。まあ、ジャンタマはね、メンツがね、弱いんでね、こういうのもね、泣かずに、自分降りてても他の人振ってくれるから、まあそれにしてもでも手は結構いいかな。でまあ泣いてさっさと上がるみたいな方がいいと思う。これこういうとこなんだよな。まあこれがだから上手い人と打つかどうかで結構変わってくるんだけど、上手い人と打つとやっぱ神茶が怖すぎて下茶という面も簡単に振ってくれないってなると神茶がツモ上がってまあさらにトップになっちゃうみたいな、大トップになっちゃうみたいな。ジャンタマの場合は結構この人たちもそんなノーケアで振ってくれるんで、特に金の間とかなると。だから、成績がそんな下がらん。ラス回避だととにかくガツって下茶トイメンが、神茶に振って落ちる。ってイメージ結構あるんで。まあいいかもしんないんだけど、まあただ、やっぱり普通にマージャンと見たらやっぱり泣いてかわしてだな、これは。免税きつすぎるわ。リャンマンニャーソのシャボもきついし。これが両面両面両面とかなってて、両シャンテンだったらね、まだまあ、テンパったらめっちゃでかいけどさ、裏ドラもあるし。ただまあ、もう泣いたらかなり上がれそう、泣かないとちょっときついかな、みたいなやつは、ガツガツ泣くようにした方がいいかな。もちろん弱いメンツだって俺は泣くし、これは。まあ、ただ一応まあ、当院局と、ゼロ本場と同じこと言うけど、まあ、泣いた後に、神茶に降り切れるのか。まあこれが本当に全部神ちゃんの危険牌だとね。まあそれでも言っちゃってもいいけどね。かわしにね、もうこれ。まあでも一応そんな感じで。泣いたらめっちゃすぐ上がるでしょ。泣かないとちょっときついかな、みたいなやつは、ガツガツ泣いていく。ただまあ、現状が、成績もね、結構、まあいいっちゃいいからね。まあいいっちゃいいけどまあ、これ半ちゃんだもんな。まあ金の間でこの成績言ったら別にまあ、厳しい言い方したら、悪いっていう人もいるかもしれない。ラス率 21%。まあちょっと難しいな、方針がな。俺も別に全部のマージャン否定したいわけじゃないし。ただまあ 20% じゃちょっと勝てんって感じやな。今後ね。金の間とかだとまあ、この成績のまま維持はできるかもしれんけど、できると思うけど。ただまあやっぱり、泣くべきとこは泣くみたいな感じがいいかな。まあ、ただ今現状がフル率 20% だからね、あんまり大きな、麻雀の変化を求めて、例えばだから俺が配布検討して一番嫌なパターンが、泣いてみましたけど、そっから成績下がって、やっぱり自分には向いてないかな、みたいな、そういう思考だ、ではないと思うんだけど、俺に配布検討を依頼してくれてるからね。それだけは絶対間違いなんで、例えば今回配布検討して、あ、もっと泣いた方がいいんだって泣いたけど、泣いたはいいけど、たまたますぐリーチ入って自分が振っちゃうみたいな。
で、ああ、自分は泣き麻雀合ってないんだなとか、そういうことだけは絶対、ならないよ、ならないよというか、そういうふうには考えないでほしいな。もしそうなったとしても。もう、俺的にはもう絶対的に、配布検討に関しては別に、まあ、よっぽど常連になると、あくまで俺はどうするっていうのを伝えることあるんだけど、まあ、そうじゃない人とか1回目の人に関しては、もう、強者相違の意見でしか言ってないんで。だから、もう全面的に信用して、どんだけそれでもしね、なんかたまたま下振れ食らって調子悪くても、継続して絶対勝てるので。はい、まあそんな感じで。まあ、リアンピエンポンしてかわしていこう。早いな。まあ、はい、行きましょう。はい、で、親が連チャンした。これも前にね、ドラさんある。はい、ペイ切る。まっすぐ行きましょう。つける。いいね。ここでか。いいですね。素晴らしい。まあ、これはもう面前限定なんで。ちんたらやって。いいね。まあ、ちょっと俺は6球間に紛れなんで、固定するならリアンピン固定するけど、まあ、チーマンドラだもんね。いいと思います。俺はもうすでに絶対高いから、これ。もうドラ出てってもいいやって言って俺3ピン切るんだけど、6球満がもう1枚切れちゃうと3枚切れて、なんか実質愚形みたいになっちゃうんで。ただこれに関しては別に、ドラ使い切れるんだよね。ドラ使い切れる、まあむずいな。どっちにしても急走安感して歩が上がってるから、ドラ1枚出てこうが2枚出てこうが、現状ドラ4だけどね。ドラ最悪2枚出てっても満があるから、リーチドラドラで漫画あるから、なんかもう本当にハイ効率だけでいくかな。はい。キャンピも2枚だ。キャンピ入った。あ、ここで赤ウソ先ね。いいと思います。こういうとこはしっかりしてるな。はい、とにかく親ドラが、ロワン。これがキューピンチーがクリミスって言ったとこかな。間違えて泣いちゃったかな。一応イシャンテン。まあ、これいいか。まあ、これ泣いて、間違えて泣いたなら、まあ、ちゃんと、もう数層切って、守備に徹した方がいいかな。まあ、一応ダブトンバックで上がれる可能性あるし、トン切る意味はないよな。でも、手牌がぶち壊れちゃったから、もうキューピンチーして、もう、ど真ん中の牌、数層切って、冷静にね。まあ、数層ローピンとか立てずに切っちゃうのがいいかな。トン引いた時だけは一応ダブトンのみだったら親だし上がれる体勢整える。で、数層切ってローピン切っても立て続けに。ウーピン引いた受けとかもいらないし。いらないというかもう、さすがにきつすぎるから、もう数層ローピンで立て続けに切っていこう。ちょっとこれもまあ数層かな。まあ、ちょっとレアケースすぎるけど、間違えて泣いてどうするかっていうのはね。検討としては。ただまあ、ここも冷静に、こういうこともやっぱあるんで、麻雀って。間違えて切っちゃうとかね。間違えて切っちゃうと、まあ、リヤマでも別にあるっちゃあるよな。間違えて、こっちとかね、上がり表記になっちゃうとか。まあ、そういうなんかエラー起こした時も、冷静に。普通に端牌の Q1 トンって切っても、さすがに K 点にしては早すぎるから、かなりコンパクトに行きながら K 点見る。見えたとしてもね。ローマ。まあ一応数層切ればゴロチになるかもしれんけど、ね、こうひっついてる。まあドラなんで先切っても、もうさすがに上がれないってことで先切ってもいいかな。まあもちろんこうなっちゃったら絶対補充しないように。いや、まあそれはやらんほうがやろ。てか、風呂率 20% で何関してんの。おもろすぎやろこれ。フード率 50% の俺でも関心ねえよ、これは。さすがに。さすがにきつい。まあ、よく見ると、ローピンチーピンが安全牌全員のみたいな感覚ではあるが、まあ、そりゃ関心せん方がいいやろ。
さすがにね。ここで、リンシャンでウッパーピンだった時だけ嬉しい。で、それ以外、全部もう、リスクしかないからな。うん。要は、スッチーピンはまでもいいか。あ、ウッパーピンはまあ、いいけど、まあ、3枚切るか。まあ、17回に1回は嬉しいけど、17回に16回はどう考えても嬉しくないんで。まあ、それは感謝な方がいいと思う。うん。まあ、3列目、なんか、経点で押し切れるのか、これ。おもろいな。何もリーチも入らず。トイメンも想像あふれず。なんか、一人転売取れるとはね。はい。ん?威圧のスーピン感かな?いや、特別威圧、まあ、特にそうでもないと思うんで、いきますか。え、おいで連チャンした。まあ、普通に行こう。タンヤオっぽいけど、一通とかもあるかもしれん。普通に9ピン切る。ああ、一通見るか。そうだな。一通、ガツガツ泣いていくってなら、それは一通になることはあるんだけど、まあやっぱ9ピンだな。うん。あんまりここでひねって9番切る人っておらんと思う、うん。普通に受け入れマックスで。あとまあ、ガツガツ仕掛けるにしても、いきなり E ピンチーして早くなってないんで、これはね。もし上がりトップだとしても、ここで9番切りました、E ピンチーしますかって言ったら、しない方がいいんで、食いたんでいった方がいいから。例えば E ピンチーから入っちゃうと、スーピンチーピンが薄くなったらもう上がり放棄状態になっちゃうんで、でも上がりトップですら E ピンチーしない手なんで、E ピン自分で引いてきた時も、別に9ピンでもいいしな。うん。まあそんな感じ。まあ、もうまっすぐ受け入れ重視で 9ピン切っていこう。嘘いた。これで9ピン切る。うん。うん、いいとこいたね。はい。まあ、パーピンがいいかな。うん。一応、ゴロチのリアンシャンテンの形にはなってる。5% あるから仕掛けるってのも悪くはない。リーチ入ったか、今。あ、ごめん。リーチ入ってない前提で考えてたけど。まあ、ローマンとか仕掛けて3万切っても、5%、割と 5% になることもある。ただまあ基本的にはこれは手が良すぎてもちろん絶対泣いた方がいいってわけではない。おい、すごいとこいたな。もうこんなもんローピン切って、まっすぐ行きましょう。うん、いいね。二間リーチは、あ、とりあえず三ピンは切って。うん、つまられる。トンさん逆ページドラ発。うん、これはまあまあまあ、とりあえずは普通に組み立てて、ツモで考えて、ウーマンか。なんかひねるな。ひねらんでいいよ、もう。ウーマンとかわけわからんもん、気になら。ローピン来たりゃ、もう。うん。まあ、明確になんか、こっからは、いや、絶対ウーマン切りたいけどっていう何か意思があったらいいけどね。そんなないやろ。うん、なんかようわからんから、多分切ったんだろうし。そんだったらストレートにローピンでいいよ。そんだったら、まあ、あるとしたら、例えば、単葉に寄せるって意味で、9番切ってその後 E ピン E ピンとかそっちはあるんだけど、なんか結局これもどうせ単位はつかないし、うん、もうそれぞれローピン来たらよ。え、うん、うん、ちょいむずか。まあ2ピン切ってこっちから2面見るか、ローピン切って素直に行くか。これはローピンか。一応関数マン2枚切る。うん、2枚引いてきた。うん。リーチ、親リ入ったか。アンパイは数万3万。まあ一応ここの自敗手出しがあるから、筋とか安全かなと思いきや、一応初がドラなんでね。まあそうとも一応限らない。ああ、あとは、数層現物。ああ、追っかけていく。ああ、いいね。ああ、いいね。そうだね。もう、面前転敗でも、リーノミ以外は全部追っかけても、4枚以上間違ったらね。絶対マイナスになることないんで。うん、大きくね。マイナスになること絶対ないから。リーチ、ドライチとか、4枚、要は4枚以上間違って、リーノミ以外はもう全部リーチで。うん、素晴らしい。
親がレンチャンしてペーチャドラーシャ、うん、まあ普通に行きましょう。チュン切る、うん、パーピンか。そうだな、やっぱダイレクトになんか繋がったりするものを切らん方がいいな。ハイ効率がやっぱりちょっと弱いかな。まあこれもまあそんないい手配じゃないとはいえ、まあ3巡目だし、もうようわからんかったらシャア切ったらいいよ。シャアなんか使って面前出て上がれないし、これ両面も1個しかないしね。だからまあシャアかパーマンで、でまあ点数へこんでないし、もうシンプルにシャア切る。だから結構ハイ効率通りまっすぐ行くってのマスターしたらかなり成績上がるんじゃないかな。うん、そうだね。今はなんかちょっと考えすぎて、さっきのウーマンとかなんか変な打牌になってる感じはするな。うん、まあ少なくてもハイ効率的には5、6、8の8と効率の8だったらやっぱ効率の8の方がいらないんで、まあ忠実にまあ普通に打つ。まあでまあシャーキレーシもな、赤1枚こいつなければまあまっすぐ行ってもリーのみしかならなさそうだしね。クイタンの先手とかなっちゃうけど、赤1枚あるだけでやっぱり面前で言ったら高い手あるんで、俺はシャア切りますかね。3巡目なんでもうパンパンに行って、とりあえずでツモがすごい良かったら面前で行って、まあ悪かったら途中から降りちゃうみたいな感じがいいかな。まあ要は自分がこの手見た時にシャア重なってこれをリーチして上がるってイメージができるかどうか。俺はとてもできない。うん、両面がいろんなとこからできててね。とか、ダイレクトに、チーピンとかスーピンとか引いたりとか、なんかダイレクトの受けとか、両面できたりしたら上がれるイメージあるけど、こっから別にパーピン来てシャア重なってもね、中に荒れるんだろうな。うん。リーチ入った。はい、まあこれはベタ折りしていく。トンラッシュアーチャドラ発。これは普通にいけるかな。やっぱちょっとドラこだわりすぎだな。もうまっすぐ行った方がいいな。まあ、ドラが1枚切れだったら切ってるかな。まあ、一応、ローマンからはね、普通にウーマン、スーマン引いて、しごろのインシャンテになるんでね。もちろん、ドラ重なったら嬉しいって、それはそうなんだけど、重なってポンしたら嬉しいけど、まあ、基本はまっすぐのイメージ持った方がいいかな。まあ、少なくても、スーマン、ウーマン引くか、初の引くか、どっちが嬉しいかって、それで比較してたら、それは違うのね、まあじゃあね。スーマン、ウーマン、枚数違うし、まあ、一応、初は引くだけで、役がつくわけじゃないから、引いてポンする。まあ、2枚引くは、まあ、レアケースとして。まあ、基本的に引いてポンしないと役つかない。で、今回たまたまローマン横しついたらね、3色もあるし、両冠両面のイシャンテもなるからね。だからまあ、もしこれも上手い人切るとしたら、どうなんだろうな、両層とかパー層切るんちゃうかな。3層チーソー引いたテンパイもいらないって感じで、リーのみのね。うん、M リーガーとかだったらそうだな。間違いなくな。ヤンソーかパスを切るな。はい、そんな感じでいきましょう。ユーピン。ヘッドレスになって、かつ、テンパイチャンスめっちゃ増えた。まあ、これもだから初切ってもう全部リーチ、ラスだしね。受け入れがかなり減っちゃうんでね。まあ、でも多分ヤンソーかパスを切るんだよな。あ、ここ初切るんだ。あ、いいね。素晴らしい。いや、当たるんかい。いや、まあまあ。まあ、結果論で言うわけじゃないけどね。やっぱ、後に切るとリスクもあるからね、初はね。って言っても、ちょっとこれはレアケースすぎて、どうでもいいんだけど。うん。やっぱ、後から切ると他の人にもポンされる可能性は上がる。で、こうやって、まあ、チートイとかね。まあ、今回は違うけど。うん、チートイで当たるとか、そういうリスクも出ちゃうから、難しいけどね。ま、
単純にちょっと普通にまっすぐ進めて、こう打点が見えるとか、ね、普通の量刑転売が見えるってなると、ローマン残していいかな。うん。ね、5000点になってしまった。シャーシャドラ、初。また初。うん、E1 切る。イーソー切る。で、これ切るんかい、これ初切るんかい。俺も切らんわ、こんなもん。これはいらんな。一通は遠いな。こっちでリャンメンリャンメンある以上ね。うん。やっぱちょっとまだ違うかな。だからこの初なんか多分上級者とか 100% 残すな。これは。こっちは 100% 残すんだよ。うん。一通はね、無理くりやんなきゃいけないから、これ。初切って3層引いて。まあ、やっぱきついよね。まあ、めちゃくちゃ無理くりではないけど、やっぱり特定の牌、特定の牌引かなきゃいけないからな、これこそな。これこそこういったとしても、1通なりますってどうやってなるって言ったら、3層、パー層、9層、2個は絶対引かなきゃいけないじゃん、自分で。全部チーしていくわけにいかないから。で、2層、パー、3層、パー層、9層のどれか2個引く。って言ったら、初引くとあんま変わんないんじゃん、みたいな。で、そもそも別に3層引いたって言いそう嫌いでさ。うん。そうね。だからこれは言いそうかな。うん、ラストです。3層引いていく。まあ、この手順で言ったら、まあ、チーピンパーピン。違うんかーい。まあ、そうだね。これだったらもう、何引いても初使えない、何引いてもイーソー使えないもんね。うん、速攻で次の順に3層引いてもイーソー切るってことは、何を引こうがイーソー使わない、ただの、不要牌だから。これはただの不要牌よりは、初残しときましょう。うん、ただまあ、イーソー切ったのは良かったよ。うん、無理くり、いや、でも分からんけど、ちょっとこれ、今ここで即引いたら、三面受けもあるしな、椅子地層をパワーにして、パー層急層して一通とかでもなんか、どうなんて感じるけどね。まあまあまあ、いいよいいよ。うん。はい。で、これサクとテンパったか。まあ俺リーチな、チーピンギリーチ。うん。ああ。まあラストだし、もう爆地打ってくって感じかな。これがなんか、メンタンピンとかならんしね。よくてリーチピンフでしょ。リーのみがピンフつくだけで、まあ一応赤受けとかあるけど、まあもう28、1289の短期はもうリーチして、もう積もる位置で、ちょっと打点あるし。じゃあ赤馬引いていく。最強の手があるし。これは参りました。これはすげえな。赤馬馬。はい。じゃあ行きます。なんちゃドラリャンマ。ない曲。これはまあ、泣いてちゃんたは見えるが、点数が少ないからあんまやりたくないけど、ドラリアン版だもんな。ちゃんた3色ドラ1とか、まあ、最低2000点スタートで残酷も見えるから、リャンマンからは泣きたい。3層からはちょっとその時の、あれで、その時決める。うん、ただ基本的にはそうだね。普通にまっすぐ、急走発と切っていく。これ別に、これ別に手役見るってなら初か。純ちゃんのリャンハン。ソーズ789引いた瞬間に、一応純ちゃんのターツは整うんだ。カンリャンマン、ペン3層、カンパス層とかね、例えば。って見ると初から切るかな。ラス目。ちょっと順目早すぎるしね。まあ、薬杯のポンは入っちゃったけど。めちゃくちゃ順目早いんで、初から来て順ちゃんもちょっと見ていく。トップ目とかだったら、トップ目というか点数浮いてたら、全然急走でいいと思います。そんな無理くり、ちゃんと行きたがって微妙だしな。むずいな、トップ目だったらまたそれはそれで別に内定ちゃんとでかわしに行って、シャアの2枚を安牌として、内定かわしに行くも出てくるから、まあ結構どっちでもいい、いかなる点数状況でも初でもいいかな。うん、素直に行く。素直に行く。うん、いいね。まあ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 。しゃあないと思います。しゃあないと思います。はい。何曲親ドラが。
スーピン。親で。うん。まあ、とりあえず、ペイキル。イーピン、チュンと切っていく。チュンからね。うん。いいね。こっからか。ヤンシャン店ではあるもののね、ギャンメン1個しかない。これも割とシビアにパーマンポンとかしてキューピンキューピンとか行きたいかな。面前だと、まあ一応3色あるけど、まあちょっと基本的にはきついんで、もうパーワンだけは絶対ポンしたいって感じで。まあウーワンチーとかでも行っちゃってもいいけど。いや、むしろ行くか。ウーワンチーは。ウーワンとパーピンは絶対行きたいか。まあ、ローワンポンもいいけど、別に。うん。まあ、とりあえずもうこれ2列目入ってこの手配なんで、まあ、最悪リーノミとかなるんで、これね。まあ、最高ゲーで言えば、メンピン3色、イーペーコーとかあるけど、まあ、基本的にそんなツモはきつすぎるんで。まあ、ローワン、パーワンとか、ウーピンとか引いた瞬間に崩れちゃうんで、まあ、基本的に泣いてレンチャン目指すって感じね。カミちゃんの仕掛けも入ったし、もう泣きたいかな。うん。ああ、ただ、キューピン引いてきた。はい、スーソー切って。ん、今、リーチ入った。ウーソギリーチ入った。パーマンパーマでとりあえず、粘れるか。うん、きついな。はい。まあ、こうなると、マンツもしたら一気にまくれる。まあ、とりあえず進行。本一見たい。ドライの本一。ポン材もトンと9番が強すぎる。本一決め打ちみたいな感じになるかな。まあ、一応3ピンから切って、赤ウソだけ引いたらちょっと考えるって感じで3ピン切ろうかな。なんか。うん、うん、うん。これもね、これはね、またこれに関しては、面前がちょっとトンと9万が重い。で、まあ3ピン切っても絶対面前を崩しちゃうわけじゃないんで、まあ、3ピンとりあえず切っといて考えるがいいかな。ドラがマンズなんでね、一気に漫画になることも多いので、とりあえず3ピン切って本一は見よう。9番ポンするんかい。いや、いいけど。めっちゃいいけど。うん、この9番とか飛んでたらポンしようって構えならもう面前にならない。うん。ちょっとポンしようって発想がないならね。それはまあ普通に進めるっていうのもわかるけど、うん。ポンする発想があったらもうこれ、こんな両面とかできる前に9番ポン出てポンするみたいな、ほぼほぼそうなるんで。両面できてもなんかいい。しょうもないしな、これな。そしたらもう第一打で決めてたらよかったかな。ただまあ第一打はね、いきなりハイパイ来てね、何切ろうかって考えてて、いきなり3ピンとかね、なかなか難しいけど、うん、泣きはすごい良かった。はい、で完全に決めて、うん。完全に決め打っていい。パーソーから来て。うん。うん。別見逃しもないしな、うん、めっちゃくちゃ早い転売だったらね、さ、トイメンからローン言ってもしゃあねえみたいな点数だから、まあしゃあねえかないか、満貫条件残るけどね、あとトイトイ以降とか、うん、まあ見逃しは基本ないんだけど、あと一応で言うと積もるとテンパネとかあるのか、トイメンから出ると、うん、まあ、まあもちろん今の状況では見逃さないけど、めちゃくちゃ早い目で、順目でこのテンパイしたときは、そういう選択肢もあるかな、みたいな手かな。うん、出場最、最強のところから上がっていく。え、で、3400差。なんか、瞬瀬としてはめっちゃいいけど、
まっすぐ行ってリーノミになってもしゃあないしな。まあ、リーノミになってもまあ、積もう裏一条件あるか。なんでもいいからリアムリーチして積もう裏一でトッ、ラスカイヒーもあるね。ただ基本的にはザンクか。ハクね。まあ、ハクはスルーかな。シャア引いたらいいけど。リアンソーめんどくせえな、これ。タンヤオで寄せて、リーチハクもしくはリーチタンヤオの方向で行っちゃうか。リアンソーね。そうだね。いいと思います。うん。リアンソー、なんか、それ以外がちょっと出てこないな。シャアもおかしいし。ハクもおかしいし。うん。まあ、ウーピン。ここでシャアか。ここでシャアおもろいな。まあ、とりあえずウーピンか、例えばスーソ、スーワンとかね、3ブロックなんで、まあ、両面固定がいいかな。積も、リーチして積もって裏1。ハク引いたら積もるだけ。そうだな。うんうんうん。まあ、ちょっとそんな感じでした。まあ、まっすぐ行くの大切だしね。リーチ入ったか。条件が2400.3になった。2400.3なんで、リーズもだけで OK になった。はい。うん、しちゃって。次の試合行くか。そうだね。まあでも絶対泣きたくないとかじゃないってのは分かったし、よかったかな。なんかスーピンの大民感とかもあったし、ね、はい、じゃあちょっともう一試合続けて見ていきます。とにかくシャーチャドラガナン、とりあえず普通に組み立てるだけ。123がちょっと見えたが基本的にはならない。あー、これか。やっぱドラちょっとこだわりすぎかな。どっちなんだろうこれ。ドラ引いた瞬間か、素直な手順で123だから、ちょっとこれも E ピン切るんだったらパーソーでいいかな。まあ、一応両面両面両面でもう形決まってるし、まあ、1、2、3が自然な手順でなるんでね。まあ、パーソーかもよくわかんなかったら何切っちゃうとかね。でいいかな。うんうん。だから何引いて打点上がるの見るなら、自然な手順で1、2、3見たいかな。1、2、3も両半だからね。何重なって面前でリーチ、リアンハン。123は自然の、廃効率に背かずに、自然の手順で123、リアンハンがあるから、まあそっちの方が魅力かな。はい。うん。うん、うん、うん。リーチ入ったか。つもぎリーチ入った。はーい。まあ、急走急走で回るか、とりあえず、リアンソー切って、あ、リアンソーの方がいいか、イーソー3枚切れか。うん、一瞬ちょっと急走急走かなと思ったけど、イーソーも1枚しかないんで、リアンソーにしよう。うん、うまいね。ナイス。差し越えシャンってなった。うん、まあ、パーマンか急走で。酸素酸素とかは別にいいのか。酸素おやりなぁ。うん、まあ、まあ、まあ、パーマンか急走か酸素で。酸素ね。うんうん。うん、ちゃんとおやりにはベタ折りしていく。いいと思います。素晴らしい。とにかくシャーチャドラガキは。
これもちょっと他の形良すぎるからいいけど、パーソーチースを引いたら一通はちょっと見える形だったけど、うん、これはいいよ。結構ちゃんとベタ折りするけど、封状率高くなかった？ 12.2。 封路率 20% の割には封状率高いよな。なんでだろう。封状率下振れかな。はい、とにかくなんちゃドラ3層、うん、これ普通に行きましょう。チューン切る、いいピンか。うん、まあまあ、うん、あ、こういうの早くもポンしていくんだ。うん、両面、両面、両間の両シャンセンだけど、こういうのもちゃんとポンしていく。これで封路率 20% ってなんだろうな。封路率 20% だったら泣かないかなと思ったけどね。まあ、言っても今2000点しかない。で、面前だとしても、まあ、両面、両面、両間だからね。そんな、いいと。ただ、これは普通に泣いていくと。となんでこんな封路率が低いんだろうな。これ2万ないからね。3万の方がいいかな。うん、3万切ったらダイレクトのロスない。6、9万の延べたも使えるしね。うん、ちょっと2万今、完されてるとこなんで、見落としかな。3万切ればもう、うん、数万もシンドラ乗ってるしね。数万引いた瞬間漫画とかあるしね。うん、まあ、もちろんこの形から数万引いても漫画はいけるけど、まあ、やっぱり受けがあるんでね。3万切ればロスはない。はい。うん、ローマ引いていいじゃんって。まあ、ローパーピン切っていく。うん。はい。トンさん今日親でドラが嘘。普通に行きます。何ペー切っていく。うん。これでいいシャンテン。はい。これを吐くどうするんだろう。なんかこれトイメン回線切れてんのこれ。吐くするか。うん。まあ、これは別に。トイメンの回線切れもおるしな。うんうん。まあ、ポンして1500。まあ、ドラもないんで、ポンして1500でもいいけど、まあ、ちょっとこいつを回線切れって思うなら、俺も泣かないかな。リーチして何でも出るしね。うん、テンポった。あ、戻ってきた。はい、とにかくペーチャドラ数万。ね、何キル。うん、普通に行きましょう。封路率 20%、もうかなり泣きたくないっていう麻雀だったら、チュンからでもいいよな。チュン重なっても安いし。かなり面前主体なら、そういうテーマだったら俺チュンから打つかな。細かいけど。まあ別にいいんだけど、普通にペで。もしなんか面前も、基本的にはもう2000点とかだったら泣かないみたいな麻雀だとすると、ちょっと安全度高いペイ持って、チュン先引っちゃうが好みかな。はい、リアンマン切る。横移動した。
トンラスペイチョドラ発。これはまあ、数杯しかないし。まっすぐ行きましょう。これまただったらもうリーチ目指して。こういうやつは切るな。そう。ポンされた。そりゃ振りたくはないけど、まあ、トンバだしな。これなんだこれ。まあ、ペンちゃん落としとくか。ああ、三面固定の方か。いいと思います。3層引いた瞬間にダイレクトでめちゃ嬉しい。はいがあるもんね。ペンチャン払ってちゃうと一応チートイと両天秤見れるんだけど、ペンチャン切ると。ただまあ、とはいえね。ごちゃごちゃして、神ちゃんも怖いし。もうダイレクトに3層引いた時だけめっちゃいいシャンテンになる。だ、3万。いいね。これとかもチーピンいっちゃってもおもろいけどな。受け入れは広くなってるけど、まあ、結局まあ、こいつの仕掛けおるから。まあ、要は、リャンピン3層引いた時だけめちゃ嬉しいシャンテン取れる。チーマン。うん。も、おもろいかな。うん、ちょっと無駄相撲ついて、もう、ダメかな。ただ、神茶もまあ、皮はまだ、あれか。自敗切ってるだけか。ここでリャンソー行くかチーマン行くか、そんなどっちでもかな。あ、イーソーからか。イーソーからな。まあ、一応まだ神ちゃんの転敗気配ないと判断して、やっぱリャンソーから打つかな。ちょっと順目遅れて神ちゃんチートが入ってリャンソー切ってな。やっぱりリアンソーの方が嫌なんで。うん。まあ、数層つもぎであるんで。とは言っても、まあ、リアンソーから切りたかったかな。ここでいいシャンテンになったけど、リアンソーぐらいは切るんか？まあ、アリアンスも切らないと。そうっすね。ソード3、4層、5、6、6ピン。ローマンなんちゃら。まあまあまあ、まあ、基本ないんだけど、まあまあまあ。一応手配ならない状態ね、ここね。まあ、この状態で3、4層、ここで、これ泣いたから、5、6、6からだから、ここの数層切ったときに、3、4、3、4層、5、6、6ピン、5、6、6ピン。で、マンズが何か。なんだけど、まあちょっとおかしいんだけどね。まあジャン玉だと何が起こるかわからんって言われたらわからんか。ジャン投固定の3、4、4層からだったら、まあ3層かウーピン切ってマックス受け入れになるから、そっちしてそうだけどわからんか。うん。まあ、リアンソそんな当たるイメージはない。うん。いや、でもそんな、愚形な、あるっちゃあるか。リアン面固定してる人いるもんな、多分な。まあ、3、4層、3、4層、5、6、6ピン、4、6万とかね。だったらカンウマ残っちゃうの嫌だから。まあまあ、普通はないけどね、ポンテン取れるようにね。3、4、4層から4層打たずに3層かウピン切るけど。まあまあまあ。
まあ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 。まあ。まあ。まあ、あるかもしれない。ジャンタマは、普通に、うん、あるかもしれない。まあ、やっぱとにかくマンズが打ちたくないっていう皮かな。まあ、うっぱっそうだけはまあ、あるといえば、いや、まあとにかくマンズ打ちたくないって感じかな。え、指導者でなった。あ、リアンス合わせたんか。という意味で。いや、ポンおもろすぎやろ、これ。フール率 20% おもろすぎやろ、泣きが。泣き判断。あー、まあでもあるのか。こいつら切りたくないから、チートイテンパっても嫌だから、スーピンポンして、クイターンインシャンテになるし、キューピンキューピン落としてか。で、いざとなったら3ピンも切れる。うん、いいな。いや、なんか泣きうまいな、というか。フール率 20% の泣きうまいな。いいね。はい。ん？チーテン？わ、ウーマン2枚、ローマン3枚目でチーマン。まあ、打ってもいいわな。かわしに行ってもな。あれ？あ、違う違う。うん、間違えた、間違えた。ここメンツだと思った。ごめん。これだと、なんか、ちょっと俺、俺ちょっとなんかここメンツだと勘違いして、ローマンチーしてチーマン打って、テンパイ取るかっていう判断ちょっと考えてた。うん。うん、それだとチーマンがね、それは打ったら嫌だなってなるけど、うん。これはまあ、チーテン取れるし、3ピン落としてもいいし、まあ、ローマンがね、カンローマン残りというかもう、フリテン残り1枚。上がれはしないんだけど、K 点の意味も込めて、とりあえずチーして9ピン切って、いざとなったら3ピン3ピン落とすがいいかな？あ、これは泣かないか。うん、まあまあまあ、手詰まったやだしね。あ、パスもあったか。6、6、4、6万、6、7層、5、6、6ピン。うん。はい。そうですね。数層来た時点で。6、7層、5、6、6ピン、4、6万。はい。一応まあ俺が、こいつがおったから、このパーソーがおったから、ここでウッパスを立つできる、うん、パーソーを切った直後にウッパスを立つできてたから、うん、あったね。それ以前にあるとね、パーソー泣いてるんですけど、パーソー出た直後にウッパスを立つできてたんでありました。はい。何入なシャーチャドラガーシャー、おいいね。いいけど、ちょっと2000点とかより打点上げたいかなって感じか。本質化問い問いつけたいな。まっすぐ行って、なんなら1000点もあるのか。まあ、テンパネしてるか。何の実とか旬の実は嫌だな。まあ、ただ、アスカヒマジャンだからいいのか。ただただまっすぐ行って、高い手になったらいいなって感じでいいかな。
まあ、ただ、まあ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 、まあ、トイトイが本質をめっちゃ見ながら、行きたい。キューピン。まあ、俺はもう手、かなり丁寧にペイから切るかな。やっぱペイは一枚切れなんで、キューピン重なねに行くかな。キューピン、うん、まあ。うん、こうやってね、ペイに紛れになっちゃうと、もう死んじゃうから、これ。受け入れが。で、3層から。ラスカー暇じゃん。トイメンの親流しも重要だけど、とりあえずはペイでいいかな。ペイ切ってから、その後ピンズ伸びたらでいいかな。けど、むずいな、早すぎるな。いいか。トイトイはなくなっちゃうけどね。ペイ切って、なんか例えばイーピン、リアンピンとか引いて、チートイーシャンテン経由しながら、例えばまあペイ切ります。イーピンとかリアンピン重なります。これね。ペイ切ります。イーピンリアンピン重なります。まあ、例えばこのペイをイーピンだとして。ってなったらまあ普通にペイ、初切ります。で、こうなった場合が普通にチートイーシャンテン。からのポンでトイトイ入ってくとか、ちょっとそっちの好みかな。ただまあ、後々、リスクとしては、後々3層切って誰かに補充したら、まあ、それは最悪だからね。うん、これはちょっと特殊だな。悪くない。うん、ピンズなんかひっついちゃった瞬間にもうね、本質だもんね。ピンズの4から8まで引けば、本質だもんね。うん、まあ、ちょっと特殊ケースかな。チートエもそんな、嬉しいかと言ったら嬉しいわけじゃないんで、チートイは。うん。まあ、結局3層とかの切り順が後か先かって話で、同じような形になってるかな、俺もな。もちろんラスカーヒマージャンだからもう1000点マックスとかでもいいけど。うん。おい。スーピン切っていく。スーピンはまあかなり通りやすい牌になってるのか。おもろいな。うん。まあ、こういうのは自分の判断で。否定はしない。うん。あとでスーピン引いたらスライドできるしね。え、何曲なんちょドラが9万。うん、急走切る。E1 切る。E ピンがなんか全部切れた。うん、いいとこ引いていく。これは、うん、いいね。二刺しもいいシャンテンだけどね。いいピンがないもんな。いいと思います。まあ、こういうのもだからしっかりなくしな。でも、フール率がとても 20% に見えんの。これも免税、どうすんだ、免税派の人。いや、だからいいよな。うん、そのなんか 20% って言われに、なんか何も泣きませんって話じゃないし。これって、フール率 20% ですって言われたら絶対泣かなそうだよな。一応形上完全にシャンテン。二刺しもある。ね。でもこれは泣くんだ。ていうとまあ、フール率 20% の割には、まあ数字だけがそうなってるだけか。きっちりちゃんと役配は泣くもんね。一個だけか。あの、白スルーしたやつだけか。え、トイメンが回線切れとか言ってた時ね。うん、上がっていく。はい、ラスマヤ親でドラガーチュン。初キル。なんか、キューピンキル。キューピン。うん。一応ね、パーソー急走引いた瞬間にちゃんとあのターツできるんで。うん、ちょっと、何もあるかなと思ったけど。うん、いいね。普通で。うん、もういいシャンテン。こうなってくると、トイメンにでかい手放銃だけは、やばい事故になるんで気をつける。ただまあ、チュンが切れてポンされてないからちょっと安心かな。ラスカイヒマージャンだとね、2着からラスとか、トップからラスみたいなね。それだけはマジでやばいこと来ちゃうんで。3着からラス落ちはもうしゃあないけどね。そもそも、この人が高くて積もられても落ちちゃうってなるからね。うん。はい。あとはまあ、おい！なんかマジで、
風呂率、いえ、これもな、俺ですら感しねえぞ、これは。やっぱこれね、ラスカイヒマージャンだと、トイメンに乗せた時が痛すぎるな。一応トイメンこれね、吐く一泣きでスタートしてるから、まあ普通はね、まあこれが金の間だからわからんけど、普通は、1000点で発信しないんで、もうラスカクになっちゃうからこれ。1000点上がりイコールラスカクみたいなもんだから、まあ1000点、まあ2000点かわからんけど。で、ザンクあったら、まあザンクあったら泣くか。いや、どうなんだ。トイメンの点数状況でザンクあって、まあ苦しかったら泣くか。赤赤あるけど、どうにも苦しい手配だったら泣くことはある。あるけど、トイメンの立場は上茶とも1万4000点差ぐらいだから、そうだな。まあ、とりあえずだから、普通に考えるとトイメンが1000点がないってことは2000とかザンクだから、っていうと1枚だけでもトイメンに乗せたら、ちょっとやばいこと起きるんで、振っちゃうとね。まあ、関してもトイメンの当たり牌は絶対振らねえみたいなテーマだったらいいかもしんないけど、いや、それでも痛えな。トイメン積もられると自分3着落ちるもんね。まあ、関しない方がいい、絶対に。これはもう自分としては、ごっそり2枚以上乗ったらめちゃ嬉しいけど、1枚乗ったとこで、やっぱ、相手に1枚乗せた時が痛すぎてね。自分が1枚乗った時に嬉しいのと、相手に乗った時にの悲しさが、全然大きさが違いすぎて、やっぱ関せず、基本的には、トイメン警戒みたいな感じでいいかな。まあ、あとトップは遠いしな、これな。ごっそり乗せたとしてもトップねえしな。トップ率の向上は、まあ、ごっそり乗せて直ったらあるけど。まあ、そんな感じかな。まあ、でもなんか、逆にいいけどね。風呂率 20% にしては、むしろ、こんだけガツガツいくなら、ええやんってなるけど。なんかリーチ入った。テンパっていく。つもぎリーチ入った。まあ、つもぎリーチな、まあ、ローピンとか当たるんだったら、即リ打つでしょうって感じで。ローピン切っちゃってもいいし。まあ、ただまあ、ラス回避的には事故が怖すぎて、3層リアン層かな。勝手読みしてね、ぶっ刺さったら死んじゃうんで。もう3層リアン層だね。はい。切っていく。いや、俺は好きだけど。こんなん当たらんやろって切るのも好きなんだけど、まあ、絶対当たらんこともないし、ね。まあでも、俺も当たらんとは思う。当たらんとは思う。けど、わからん。マジで。金の輪だし。これがね、自分も感しちゃってるから、マジのぶっ刺さって羽間包丁とかしたら、普通にラス見えちゃうからな。え、トイメン上がっていく。2000点かい。2000点で吐く仕掛けていく。ねえ、もったいな。これ全然面前見るし。仕事とか、なんか。まあいいや。なんなら2000点上がるだとトイメンの連チャンの方がいいぐらいか。この人のね、方針だったらね。トイメンが別に下茶からでかいて上がる可能性もあるし、特に金の間だったら。別にトイメンがまあ普通にツモとか入れても別にまあもう残り2局あるしね。これ自分が2000点上がって残り、オーラス一曲勝負ってもう無理だしな、これな。下茶直って2000点でも、マンツモ条件ないしな。まあまあまあいいや。まあちょっと助かったね。ってことは結果的にトンの果敢は成功だったのか、結果のオーライだったのか。2000点の仕掛けなら。はい。じゃあオーラスペイチャドラゲ様。まあこれはまあ2着狙いしかない。で、トイメンにマンガン振ったら、ラスまで落ちる。まあ、下茶が仕掛けたら下茶アシストとかもあるよね。ドラガチュンチャンパイで、っていうのが嫌だね。ドラガ、端配だったらまあ、ちょっと安心だけど。トイメンがね、ポンとかチーとかして、はい、タンヤオドラさんってなった時に、振った瞬間ラスだから。で、自分の手配もな。まあ、もちろんトイメンがリーチってきて振るの目だから、基本的には、いや、まあいいや。とりあえずは普通に進める。普通に食いたんあるしな。
で、下茶仕掛けとか。うん。あ、EP うまいな。そうだよな。これ、リャンピン引いてもどうもならんもんな。もう、がっつり仕掛けても2着取りに行く。うまいけど、でも微妙か、逆に。下茶がペンの仕掛けか。下茶に泣かせてみるのか。むしろ何拍切って下茶泣いてくれたら嬉しいなでもいいのか。ちょっと下茶もな、下茶も下茶でちょっと金の間だからわかんないよな。無理くり染めてる可能性あるからな。ただまあ、拍何切ってポンしてくれたらまっすぐ行って。うん、いや、でもただ別に E ピンは否定できない。うん。うまい。うまい。方針として。うん、まあそうだね。これはかなりコンパクトに。トイメン仕掛けと。まあ普通だったら怖いですよね。トイメンはタンヤドラさん見えないと絶対仕掛けないから。で自分も赤一枚だから、まあそれはトイメンに振りたくないってなる。まあ、これもね、天宝とかのガチ勢だとね、神ちゃんももう上がりに来ないから、神ちゃんも同じこと考えてるから、トイメンに振ったらラスるっつって。うん。積もられてもラスんないけど、自分と神ちゃんはトイメンに事故ったらラスっちゃうんで、だからなんか結構ベタ折りして、神ちゃんもベタ折りして2着角みたいなね。結構あるけど、まあジャンタマだと普通に神ちゃんはガッツリ来ちゃうんで。ん？リャンカーにやめになった。あ、リャンカーにやめになった。カンちゃん統一リャン、おう、手畑。やんめんテンパイしちゃえば、まあ、よっぽど下茶にも、絶対当たるみたいなね。灰があれば止めるでもいいし。本一っぽいのか、これ。どうなんだ、これ。下茶上がりトップだからな。わからんしな。あ、これで酸素止めていく。うわ、当たっていく。酸素当たっていく。すごいね。こんな両面テンパイから。酸素ビタ止め。すご。切ったら、三着だったね。最後にかっこ上がり、かっこいい上がりしていく。そうですね。下茶が染めてるかもわかんない。E ピンの後にパーマン出てきてるもんな。そうですね。がむしゃら染めてるんだったらパーマンと E ピンとか逆だもんね。でもう下茶手配4枚だから任せて降りる。素晴らしい。まあこういうのは難しいな、ほんとな。点数状況によるよね。ただ今回だけはもう絶対振りたくないだったからね。で、神茶の手も遅そうだしね。神茶の仕掛けとか入ってるとね、いや神茶に上がられたらもう落ちるし、普通に切るけど、こんなもん。神茶も遅そうって考えると、まあ下茶に任せてか。いや、まあまあまあ、まあ難しいけどな、こういうのもな。絶対酸素を止めるのかって言えば分からんけど、切ってる人も多そうだけど、まあこれは結果的にね、こんなビタ止めして、2着落ち返してるから、素晴らしかった。まあ一応ちょっと下茶さんの手順を見て終わりますか。下茶さんはまあ普通にまっすぐ行って、うん。ただちょっとまっすぐにしては切り順が、下茶の手順見ていく。急走。で、ペーポンで、リャンソーなのね。はいはい。うん。チーピン切らない。うん、まあ、こんな感じでしたね。そうだね。面前派の割にはな、ちゃんと役配とかも泣いてたし、なんかあったっけ？まあ、ドラにちょっとこだわりすぎね、ぐらいか。効率のドラな。こういうのもな。C
致命的なのなんかそんなに見つからんかったな。うまかったね、普通に。普通に打てる人だね。これがちょっと、まあ、あれかな。で、最後もね、板止めして。はーい。あ、これはまずかったね、これね、ドラポンされてね。なんかいろいろ考えて打ってるのはわかるし、うまくなるんじゃない？こうやって、自分なりに考えて打ってるってのはわかるんでね。はーい。まあね。だちょっとこの麻雀見ると、なんかもっとガツガツ泣けよって、そんな鉄泣きの範囲なかなか、一戦目のトンパツぐらいか。神茶ドラポン、ん？神茶ダブトンポン入って、ギャンピンポンしなかったぐらいか、なんか。あれが最初のイメージだったからね。結構面前の人なんだなと思ったけど、それ以降なんか、俺でも勘しないやつを勘していくし、2回。両方ともか、かかん。両方俺勘しないってやつ、なんか、クリミス泣きミスからのスタートしたやつとかね。してるしね、ガツガツ言ってるもんな、俺以上に。でもまあ、いつでも消極的でフルー率 20% ですっていう人ではないもんね。でまあ、初っ端でこれ見たからね、ああ、かなり面前の人かなと思ったけど、そうでもないんで、まあ、そんな無理くりな意識せずに普通に打ったらいいわ。まあ、風呂率 20% で、本当に風呂率の 20% 見せられたら、いやもうとにかくもう、大幅に改革して自分の麻雀。もうとにかく厄介は一泣きしてから考えろとかね、言っちゃうけど、そういう麻雀じゃなかったんだ。まあ自分でゆっくり考えてやったらいいかな。まあもしまた私でよければ、ご協力できることあれば、また何でも DM ください。じゃあそんな感じかな。リアンピンポンな。これも普通の時だったらね、トイトイ以降もあるしとか言うんだけどね。あんまりガチャガチャして、最終的に、まあ3色同行あるから、リャンピンポン、リャンマンポンってして、スッチーソーテンパイからウーソーローソー引いたら、高め3色同行あるし、まあ、トイトイ取るんだけどね。まあ、ちょっとそれもね、ダブトンポンでご、なあ、ダブトンカンでこれ、こんな顔になっちゃってるからね。まあ、ちょっとそれが薄れてるんだよね。はい。まあ、そんな感じでちょっと面白い曲でしたね。もうすでに神ちゃんはテンパってたしね。このチュンからテンパってたしね。早すぎるね。ここで1万2000。神茶なんて差配もないのにね。はい。じゃあそんな感じでした。1万2600か。はい。では、お疲れ様でした。またお会いしましょう。失礼しました。